こんばんは。よいしょ、帰ってきたよ。今日はなんと野球観戦に行ってきたよ。めっちゃ楽しかった。コナミさんに招待していただきまして、あの麻雀ファイトガールでお世話になってるコナミさんに招待してもらって、なんかね、なんかすごいとこで見させてもらったよ野球を。巨人対広島の行ってきました。今日行った人おるかな、もしかしてこの今来てくれてる人の中で。おぼぼありがとうございます。ワンガンさん、おぼぼ一番だね。ワンガンさんありがとう。今日暑かった。今日は本当に暑さでどうにかなるかと思いました。ネコップ、モクさん、しんいちありがとう。そうなんですよ、野球行ってきました。本当私プロ野球見るの人生で2度目くらいで、めちゃくちゃちっちゃい時とかに1回行っただけだから本当にすごかった。びっくらこいた。すごいね、もう人もいっぱいだし、応援の声がすっごい。本当にユッキーさん、カンちゃん、キュイーンさん、野良犬さん、イズキュン、ベクポワさん、フジモンさん、コシさん、ダイクさん、サトちゃん、カズノリさん、HK さん、ノブシャン、コエポンさん、ヒデマロさん、マミちゃん、オッチさん、ニジイロさん。はい、ネコップ、東京ドーム、そうそうそう、東京ドーム入ったのも初めてよ私。広いね東京ドームって。ローマ字のマサさん、マーちゃん、エイジさん、キング翼さん、ひろゆきさん、 AKA ペロペロさん、いらっしゃい。ユッキーさん、ハートありがとう。ハムちゃん、ユージさん、ヤッくん、ピノピノさん、ありがとうございます。ケンスケ、野球めっちゃ良かった。なんかね、その今日招待してもらってた席が、なんていうんだろうね、ご飯も食べながら、ご飯もこう出してくれるような席で、すごかったのよ本当に。あ、阪神タイガースなのか、大工さん、それも見てみたいな。なおなおさん、そうです、ジャイアンツ。あの踊りとかもすごいね、あの会が終わるごとに踊りがあるじゃん。バタコさん、じいさんありがとう。ドナルドさん、そうなの、招待してくださって行ってきました。巨人カラーです、コナミさんの。ピルクル、アマトーさんありがとうございます。はい、今日は野球ガールです。これなんか見えるようにしときたいけど、もうちょっと遠目にしたら見えるか、見えないか。ネレさん、そう、ほとんどほぼ初めてですよ私。ユージさんありがとう。いや野球すっごい楽しかった。わ、ロッピーさん、健康診断でバリウム飲んできますやって。え、逆さまベッドとか楽しみすぎる。健康診断楽しんでるじゃん、ロッピーさん。わー、楽しんでバリウムか。ゾウさんありがとうございます。ボックス席って言うんかな、なんちゅうんだろうね、すごかったんよ本当に。なんかね、お部屋になってて、お部屋の中はなんか食事を持ってきてくれるところで、なんかバルコニーみたいなところに出たら観戦できるところになってるみたいな感じだった。花からさん、お疲れありがとう。えみじいさんありがとうございます。ねえ、広島が勝ちましたね、すごかった。ユッキーさん、こんばんは、ありがとうございます。僕をバットで叩いてくださいなんか夜な、
トギいらっしゃい。おいしいもの、いや今日は本当においしいもの食べさせてもらいました。なんかこんなほぼ初の感染がこんな良き席でいいのでしょうかというような感じだったんですけど、みんな見てくれる？今日食べたやつ。ちょっと待ってね。あ、ごめん、これはねこの間のホテルから、ね、これを食べながら観戦するとこだったのよ。どんなところって感じやない？私はものすごいところに招待されてたんだわ。美味しかったです、とても。なんかね、下もお弁当みたいになってた。そうなんですよ、これやらね。あのね、景色はね、景色もすごい良かったです。こんな感じ。広かったです。いやー、急そうだよこんな場所があるんだけど、なんていう場所なんだろうね。あ、そうそう、バルコニー出るときはなんかね、こんな感じで、なんか扉出たらここに繋がってるみたいな感じだった。すごかったです、楽しかった。なんか試合がね、始まる前のね、なんか様子もめっちゃすごいね、これ。愛媛はどこのファンが多いんだろうね。どうなんだろう。すごかったです。ちょっと一回待たれね。めっちゃにんまりしてた。野球のルールはわかるよ。でもね、その高校野球を見るのがすごく好きだったから、高校野球は割と動画とかでも見てたんだけど、プロ野球は全然詳しくなくて、見に行ったのも今日が2回目です。ねえ、そう、負けちゃったけどね。また見に行きたいな。どこまで行ったかな。花からさん、お疲れありがとう。ユッキーさん、プチありがとうございます。ありがとう。なんかタオルと T シャツもいただいて。ジャイアンツ、今日から巨人ファンになるね、コップ。私もでね、大将さんありがとう。今夜もね、 TikTok 載せたんですけど、なんか自分に似てるアニメキャラを出してくれるみたいなやつがあったから、これやってみようと思って、やったらまさかの、もういつもねこんな感じ飲んでるんだよな私。底辺さん、村ピーさん、お猿さん、ありがとうございます。トキキさん、こんばんは、ありがとう。あれ、大将さん本当挨拶反映せなかったって、あれ、まさまささん、え、嬉しい、未来へ一歩ヘビロテ、ありがとう。いや、ブレイブさん、そうだね、声出し応援、あ、そっか、最近できるようになったのか、声出し。めっちゃ声すごかったよ、どっちも、巨人も広島も。白夜さん、いらっしゃい。堀さん、ひなぷの宿で働きたいので名前から文字を取ってください。あんたの名前は今日から堀だよ。マーク2さん、マサッチさん、はちみつさん、ありがとう。
昔よく東京ドーム、ああ巨人戦見に行ってたんだ。なおさん、涼しかった。そうだね、なんかね、室内にずっといたからかすごい涼しかったです。あ、そうなんだ。なのはさん、そう、配信始まりちょっと前にツイートしたからね。桜タイガーさんありがとう。ポップマスターさん、そうなんだ、ライブで、あ、そっか、ライブで東京ドームあるよな。あ、やばい、音も忘れてた。ちょっと音も冷蔵庫見てこようかな。ヤマピーありがとうございます。電車でそのユニフォーム着た集団がなだれ込んできました。あ、そうなんだ、あれ近いの、この電車ないけ。東京ドームは水道橋駅とかだよ、近いの。水道橋駅。むしろさんありがとうございます。ゆうじさんカウントありがとう。カタカナのてつさん、ストンコさんありがとうございます。すごい、そうなんですよ、うん、コナミさんに招待いただいてたんですけど、まさかこのような席とは。ガッツさんありがとうございます。こんばんは。ひろくんおかえりなさい、お疲れ様。いなちゃん踊ってないよあれすっごいね、踊りかっこいい。ワンマンライブしてるの想像できたって。え、あれさ、ライブするときどうなるの、あの会場、あの芝生の上でライブになるのかな。ローマ字のよしさん、そうなのよ。あ、甲子園も行きたい。そうなのよ。とぶたかさんありがとうございます。しろくまさんありがとう。まめちゃんプチありがとうございます。マミは野球ファンではないのだけど、甲子園球場に連れて行ってもらった時はテンション上がった。え、行ったんだ、うらやましい。マミちゃんいいな。白熊さんありがとう。そうだよ、カープ勝ってるよ今日、2対0で。のんりさんいらっしゃい。お、ストンコさんジャイアンツファン、今日から、今日からジャイアンツファン。ニッシーさんありがとう。ララパパさんありがとうございます。そうだよ、ひろくん行ってきました。マサ31さん、そうなのよ、めっちゃ楽しかったです。フジモンさんレインボースターありがとう。始球式はね、できるようになったら嬉しいな。よっちゃんさん、ゴンちゃんありがとう。検索さんありがとうございます。あー、ストンコさんよ、そこそこ観戦に行きますだって。そうかそうか。フジモンさん2シュートカウントありがとうございます。3階のいい席、うん、なんかね、もう門構えがすごかった。ひらがなのカズさんありがとうございます。あー、ブラッチ水鉄砲ありがとうございます。ジェコも、白熊さんかわいい、ありがとね。大将さんセミありがとうございます。今日階段を、え、大丈夫かい、滑り落ちてきた女の子助けたよって。傷口も大丈夫かい。ぐっさんいらっしゃい、ありがとうございます。お、よっちゃんは巨人を応援してるのね。野球見るときに食べる料理じゃない。そうなんよ、なんかね、すっごいいっぱいご飯がやってきてすごかったですね。和食ないよね。ストリートくんありがとうございます。
ようちゃんそうだね、本当に一歩席。野菜炒めさんありがとうございます。温泉旅館かしらそうなんよ。そうねるさん、スタジアムなんですよ。巨人ってナイキとコラボしてるの？ユニフォーム。そうなの？これすごい。新一カウント、いや美味しかった、この懐石料理。バンクーバーさんプチありがとう、こんばんは。まみちゃんセミありがとうございます。ひなちゃん立派になられて、いや緊張したわよ本当に。なんか普通にね、そのみんなと同じ席でこう立ってというか座ってみると思ってたので。ミノールさんいらっしゃい、ありがとう。レイジさん2シュートカウントありがとうございます。みひろさん、いなっちさんありがとう。エラさんこんばんは、ありがとうございます。 G ファンには残念な、あこれ G ファンって読むの、これ G ファンなのね。完封負けって、そうだね、9回の時めちゃくちゃ盛り上がったよね。勝利の女神になれませんでした。また見に行きたいな。でもラストミラクルさん、はじめましてありがとうございます、来てくださって。ユッキーさんセミありがとね。いや飲んでないよ私は。でもね、ジュースもめちゃくちゃね種類あって飲めました。エイジさんいらっしゃい。トブタカさんカウントありがとうございます。サトシさんこんばんは、ありがとう。野球そうなんです、見に行ってました。始球式での登場もそうだね、夢はでっかく頑張ろう。始球式ブラッチセミありがとうございます。クラッシャーのぶーさんこんばんは。おがっこさんいいねありがとう。86さんありがとうございます。今日はほのちゃんも推しの、あー見ました、そうですね、桃田かな子さんのお誕生日だよ今日、ももクロさんの、おめでとうございます。ツイッターで見ました、見ました。カタカナのシュウさん、ショーン・ケイさんありがとう。ナノハさんプチありがとう。おお確かにオレンジが入ってっていいね、これラインが。横浜ファンなのか、ケンスケ。タオル黒、あそうなの、普段はオレンジなんだ。もらったやつは黒にジャイアンツって書いてるね。堀さんセミありがとうございますそうだね、あんな大きいとこで歌えたらすごいだろうな。頑張ろう頑張ろう。ひろくんプチありがとうございます。あジャイアンツファンなのか。ひらさん、よこぽんさんありがとうございます。ワンガンさんセミありがとうございます。清水プロオーラがすごいな。えそうなんですよ、で今日今日お誕生日でね、清水さんサプライズでケーキが登場しておりまして、
おめでとうございます。やるじゃないのんさん、ありがとうございます。カーマインさん、いらっしゃい、ありがとう。発見ハチさん、ありがとうございます。バンクーバーさん、カウントありがとう。タカホシハートさん、こんばんは、ありがとうね。ヨッピーさん、フル、ありがとう。ヨッピーさん、もう引退したけど、広島の黒田投手の登場曲はビーズのレッドって曲でした。え、すごっ、黒田さんのために作られた曲があるんだ。すごいね、聞いてみたいね。なんでレッドって名前なんだろう。ヨッピーさん、フル、ありがとう。ヨッピーさん、あー、見た見た。ようちゃん、カウントありがとう。なんかドームの向かいに遊園地あったよね、東京ドーム。行きたかったです。なんかめっちゃ楽しそうだった。おぼぼフル、ありがとう。ぼぼはるかさん、ヤッホーです。え、そうなんだ。ヤモピー、毎日通勤で東京ドームの横通ってるんだ。じゃあ近いんだね。フジモンさん、フル、ありがとう。フジモンさん、のりたま、お弁当箱、ありがとうね。ジャンさん、香里さんのルームよりプチ、ありがとうございます。ありがとう、オレンジです、ユニフォーム。ケンスケフル、ありがとう。ケンスケ、9月にドリカムのライブで、すごっ、ドリカムさん東京ドームでライブだって。いいね、ポップマスターさん。タカちゃん、タカチュンさん、東京ドーム来るの、土曜日来るの。言うて、私の家みたいになったな今。ひらがな斉藤さん、いらっしゃい。ひらさん、りょう、ありがとうございます。ローマ字のまささん、フル、ありがとうね。フル、かいさん、ありがとうね。いらっしゃい。のぶしゃん、フル、ありがとうございます。のぶしゃん、おー、バブルもありがとうございます。のぶしゃん、花からさん、フルストレート、ありがとう、ありがとうございます。ムラッピーさん、セミ、ありがとうございます。数回東京ドームの野球観戦行きました。いい席ではなかったけど、球場の雰囲気好きですって言ってる。何回か行かれてるのか、すごい。いや、めっちゃわかります。球場の雰囲気めちゃくちゃ、もうめっちゃ鳥肌だった。ずっと応援もそうだし、その試合をこう間近で見れるというのもすごいし、なんか全部すごかった。たいしくん、ありがとう。20代の時に水道橋勤務して、そうなんですか。なるほどね。飲食店どこも打ち上げみたいになってたって。そうか、みんなご飯食べるよね、終わったら。ローマ字のマサさんのフル言ったかな、ありがとう。え、おがこさん、横浜スタジアム行きたい。でも行ったことあるぞ、私。ビーバーさんのライブで、スーパービーバーのライブで見に行った気がする。広かったな。広島の球場はバーベキューしながら見れるんですか。やばっ。え、煙とか立たんのそれ。のぶしゃん、バブルありがとね。わ、サクサクさんも横浜スタジアム見てきたんだって。巨人から似合う、本当、ありがとう。ファントムさん、カッパちゃんさん、ありがとう、嬉しい。ブーちゃん、ありがとう。
ちさとちゃん、ありがとう。ちさとちゃん、ネコップフル、ありがとうございます。マジャファイトクラブ、そうなのよ。いやー、できたら嬉しいな。アントワーヌさん、いらっしゃい。今夜の東京ドーム BS で生中継してました。ドーム球場はエアコン付きで、あ、だからか。そうか、なんかすごい涼しかったよね。アントワーヌさん、スイカさん、セミ、ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。ちょっとだけ、ちょっとだけ返信をしていいですか。へい、お待たせ。ちょっと休養。ピルクルフル、ありがとうございます。ピルクル、ありがとうね。ビール飲んでない。なんか今日はね、でもね、ビールが半額でやったらしいです。半額、え、今日だけなのかな。コバキンさん、セイチーさん、ありがとうございます。ありがとう。きなこいさん、こんばんは、ありがとう。さっきまでさあちゃん、あ、そうなの。さあちゃん配信してたのか。おがこさん、レインボースター、ありがとう。大将さん、フル、ありがとうございます。最近一番恥ずかしかったこと、自分は娘だと思ってハグしたら知らない人でした。では仕事頑張りますって。それはあれだね、確かに。気まずいね、それ。最近一番恥ずかしかったこと、なんだろう。なんかこけたりした時かな。なんか結構ね、つまずいたりするんですよね。だからかな、その時はめっちゃ恥ずかしいです、本当に。この間のあのちょっと階段から転げ落ちた時のはめっちゃ恥ずかしかった。おさるさん、フル、ありがとうございます。ホームランの時のバットの音が爽快です。あー、めっちゃ聞こえました。なんかドームだからかすっごい響いて聞こえて、めっちゃかっこよかったです。グッチフル、ありがとう。グッチワンガンさん、太鼓の悪魔、ありがとうございます。ピンさん、こんばんは、ありがとうね。ピンさん、清水さん、いらっしゃい。ルーバブル、ありがとう。今着てるユニフォームは、いや、背番号はついてないと思います。うん、ついてないね。あ、後ろあるのかな。後ろあるかもだけど、いや、ついてないと思う。あ、昨日は巨人が勝ったんだ。そっか。マイさん、マイさんかな。あ、MAL さんか、マルさんかな。はじめまして、ありがとうございます。まゆまゆさん、ありがとう。しんいち、ブラッチフル、ありがとうございます。タオル振り回してください。ビーバージャイアンツって言って、これすっごい振り回しやすいぞ。ビーバージャイアンツ、なんかすっごい細い、これ見て、めっちゃいいサイズ。売ってるのかな。こしさん、2週ありがとうございます。東京ドームで初めて台風で試合中止になった時に、え、そうなんですか。じゃあ行けなかったってこと、台風で試合中止になった時。モクさん、尊い、たくさんいただきありがとう。あ、ビーチボールもだ、嬉しい、ありがとう。シュウさん、フル、
ありがとね、しゅうさん。ムロキッコさん、こんばんは。サカピーさん、めっちゃ陽気でした。本当に。お、ひらがな斉藤さんは物心ついた時から阪神ファンだって。それはすごい。お、清水さんはカープファンだって。おめでとう、今日。菜の葉さん、カウントありがとう。ムロキッコさんも言ってた？エスコンフィールドって何？野球観戦。ヤッス24さん、 T 赤さん、ありがとうございます。アマトーさん、セミありがとう。セミ、セナ、サノピアノさん、いらっしゃい。いちひこさん、ありがとう。ストンコさん、セミありがとうございます。キラさん、ノブーさん、いらっしゃい。はローマ字のヨシさん、ペンギンのプール、ありがとうございます。ネコプ、花束ありがとう。ローマ字のヨシさん、ありがとうございます。ストレス解消は歩くと青い夏を聞きまくること、幸せになれるって言ってくれとる。それが嬉しいです、本当に。おかきさん、バラありがとね。すけさん、かくさん、ありがとうございます。ドナルドさん、フルありがとう。次は勝利の女神に、ありがとね。よしんこしてもろて、いやーね、勝ってるところ見たいです。見に行きたい。へえ、日本ハムファイターズの応援はキツネダンス。あの有名なキツネダンス、ジンギスカンダンスって何？どんなのがあるん？へえ、そうなんだ。東京ドームのバックスクリーンの下にも部屋があってダーツができるんだって。すごっ。なるほどね、広島のカラーが赤だからか、レッドにしたのか。徳と丸さん、ありがとう。虹色さん、フルありがとうございます。青い夏、誰よりも涙流したね、二度と元には戻れない、進んできた道は消えないよ。ありがとう。カズタさん、うん、合ってる、カズタさんで。道秀さん、ありがとう。かんちゃん、フルありがとうございます。かんちゃん、腹見たらなんでや、原監督にお会いしたのかいてすごすぎるやろそれ。お、徳と丸さん、確かなことありがとうございます。嬉しい。小田和正さん好きなのか、そうか。すごい、大将さん、カウントありがとう。あら、娯楽園遊園地って愛媛の人には知られてないのか。うん、私はね、初めて知ったよ。広そうだね、あれ。虹色さん、ハートありがとうございます。和樹近かったんだ、大学が。そうなのか。まさみうらさん、いらっしゃい。プライベート Z さん、フルありがとう。今日もカイポンさん、フルありがとうございます。東京ドームしばらく行ってないので行きたいですって。なんかあるかな、次何があるんだろう、次東京ドームで。
今週末から10日間東京ドームに通い詰め。なぜ？たかちゅんさん、しんべえさんいらっしゃい、くまたかさんありがとう。スクショですか？スクショやる？いや、86さんすごかったです。本当に野球ヤマピフルありがとうございます。さっき近くにいたんだなと分かっただけで幸せになりましたありがとう、こちらこそ。本当だね、近かったね。ミカブンさんいらっしゃい、ミパパさんフルーありがとうございます。じゃあちょうど音も取りに行く前に、よいしょ、なんかスクショタイムみたいなする。あっつ、今日本当に暑かった。なんか全部見えるようにできないかな。どう？ちょっと大きいね、あのあれが。センサーしたら全部見える。下はね普通のワンピース着てるんですけど大きいよ、めちゃくちゃ。後ろどうなってるかな、多分後ろ何も書いてないと思うんだけどな。背中何も書いてないね、背中は。こんな感じです。よし、ちょっとあの音も取ってくるね。あるかな音も。ないよ音もが。あるある。あ、ちょっと摩訶不思議なやつ、あるある。あ、この今日こそこれを使うべきか。ちょっと待ってよ、これ私のさ、このグッズカラーじゃん、このジャイアンツ待って、私パクっちゃった。これジャイアンツカラーじゃん。これもう完璧、おつひなタンブラーどうしよう、ちょっとこれでもうぴったりなんだけど、この色。よいしょ、分からなければ大丈夫。なんかもうすごい、なんかそれをイメージしたかのような色合い感だよねこれ。はい、ちょっと今日のお供はね、しかも、あ、これもまた、これも、え、これも、え、これもオレンジと黒だ、たまたまマヌカハニージンジャーレモネード、なんか珍しくないこれ。すごい、もう全部が今日オレンジと黒なんだけど、たまたまこれ音も最後の一本では、ちょっと振った方が良さそうだねこれ。ね、背番号欲しいね巨人女子、そうそう、野球見に行ってきたのよ。誰が言ってくれた？それももさんか。そうなんです、立派なジャイアンツファン。オーバーザトップさんありがとうございます。しげきさんいらっしゃい、ありがとう。よいしょ、じゃあちょっと飲もう。では、お供ある方一緒に乾杯。
おつひな。めっちゃピリピリする。ものすごい生姜効いてるこれ。ジンジャーだ。なんか喉に良さそうだねこれ。あおちゃんさん、お、カニの砂浜ありがとうございます。カニ砂浜。花からさん、バラありがとうございます。ありがとう。よいしょ、ちょっと一回座ろうかな。なのはさん、バンクーバーさん、セミありがとね。ありがとう。ササさん、ハロー、はじめまして。ササさん、ミーポッパさん、フローありがとう。今日もありがとうございます。キラーさん、プチありがとね。東京ドーム近くに美味しいシューマイの店、へえ、なんていうとこだろう、あるんだって。底辺さん、にしおありがとう。あ、ボクシングあんまり見た経験ないな今まで。なんかそういうスポーツは何でも興味はあるんだけどね。あきやん、ありがとう、いらっしゃい。ああ、回転扉だからあんなに風やばかったんですか？なんか帰るときさ、私爆風に見舞われてさ、本当に空に飛んでいきそうだったんだけど、もう何かの柱に捕まっとかなってさ、飛んでいくぐらいの風がさ、ドームからこう吹いてきて、急にびっくりした。あれはなんで吹いてんだろう風。奈良市のじゅんさん、いらっしゃい、ありがとうございます。ごめん、ソーダの返信ちょっと今返さなきゃいけなくて。タイピング早い、ありがとう、特技です。ヨコポンさん、セミありがとうございます。昔東京ドームや TDC ホールは、あー、 48G って、 G ってなんだ、のライブでよく訪れてました。セイヤンさん、こんばんは、ありがとう。ジュンヤさん、フル、ありがとうございます。ジュンヤさん、暑いから半額ではないかと思って、いや、半額だったのよ。すごい、だから今日いらしたコナミさんたちがすごく喜んでて、半額の日があるんだって言ってました。初めて。オーバーザトップさん、こんばんは。あ、そうなんだ、東京ドームはビール900円するから半額でかいよねって。売り子さんがすごいいらっしゃったね、ビール販売の。堀さん、大文字のテストさん、フル、ありがとうございます。青い夏ね。必ず行こう、約束の場所、僕らの夏。ありがとう。大文字のテストさん、フル、ありがとう。今日もハムちゃんもフル、ありがとうございます。来週は島並海道から道後温泉行ってきます。え、本当？え、旅行？ハムちゃん、
かきさん、ぼっちゃんスタジアム行った時竹山の曲流れてただって。あれ流してくれてるの。レッツさんありがとう。メリーさんありがとう。ローマ字の、いやーコロボめっちゃ暑かった今日は。うん、気をつけよう一緒に。アメリカメジャーリーグの球場はビール1杯2,000円、高っ。2,000円はやばいね。もうちびちび飲んじゃうねそれ。転げ落ちた時のリアクションは何事もなく歩く系か、テヒピロガオ系か、どっちですか。そうなんですよ、誰にも気づかれたくなくて、あのたとえめっちゃこぼしてもあーとか言わんようにしてる気づかれた時にあーそうちょっとさっきこぼしちゃってみたいな、もうあのなんかボソボソというみたいな感じです。福ちゃんこんばんは、ありがとうございます。今日は白黒はっきりしてますね。え、そうやろ、今日は下も黒いワンピースだからね、真っ黒ですよ今日は点が入るとひなおさんが振ったみたいに、あータオル振るんだ。ビーバージャイアンツって言うんだって、かっこいい。めちゃくちゃ応援かっこよかった。あの歌とかがさ、その攻撃の前にちょっと流れてたりして、それに合わせてみんなが歌ってるんだけど、そのね音圧がすごくてね、本当に感動した。花からさんいってらっしゃい。あ、バラもありがとう、ありがとうね。シラクさんだ、ありがとう、いらっしゃい。70、なおさんかな、ありがとう。伊藤ちゃんこんばん、ひなぽこんばん、ひなぽ。いでまるさんこんばんは、ありがとうございます。髪は、いやツインテールじゃないよ、ここにハーフアップです。今日は一つでこう半分だけ結んでるんだよね、ここに一つ、あとは下ろしてる。エスコンフィールドは北海道に新しくできた球場だって。すごー、大きそうだな、めっちゃ。そうなんだ、ブレイブさん、ロキックさん、ユッキーさん、フルありがとう。薄紅色の可愛い君のね、果てない波がちゃんと。ありがとう、いでまるさん、ありがとう、嬉しい。おにぎりファンタジーさんありがとう。おい父ちゃん良きね、虹ありがとう、すごいいい虹だな。あー、秀幸さん中日ファンだって。めまいがするお姿やめて虹色さんありがとう、ありがとう。今日のラジオも面白かった。あれラジオだったか今日、ありがとう健介。そうか、まさまささんフルありがとうございます。明日を描くために未来へと別れ道を
インさん、フル、今日もありがとうね、キュインさん。おー、あおちゃんさん、砂浜カニ、ありがとう。あおちゃんさん、いらっしゃい。さとしさん、ありがとう。お、かずきおやすみ、今日もありがとう。伊藤ちゃん、りょう、ありがとう、りょう。ポップマスターさん、フル、すごい、今日もありがとう。りゅう、フル、ありがとうございます。仕事でオレンジでひなぷな入りタオルしてたら、ジャイアンツって聞かれ、推しですとかオレンジと黒だからか、めっちゃジャイアンツカラーだね、本当に。いや、本当今気づいたわ、りゅう。ひなぷの内裏タオルってあれ作ってくれたやつかな。まっちゃん、サイさん、ありがとう。しげきさん、いらっしゃい。小太郎さん、フル、ありがとう。今日ももうすぐキングダム新作が上映、そうなんよ、楽しみにしてます。キングダムはね、映画全部見てて、あの次めちゃくちゃ気になってるよな。教会出てくるかな、今回も。今日のお供、王騎将軍、あ、ごめん、もう紹介しちゃったわ、これ。ジンジャーがマヌカで、レモネードです。え、サイさん、昨日ドーム行きました、だって。え、東京の。わあ、ブレイブさん、青い夏を聞くにはいい季節、高校野球の季節、愛媛は明日開幕。あ、明日なんだ、そうか。我が母校はないつなんだろうか。清水さんもカープ戦でいたんだって、5月に。内野席か外野席か、ま、どっちだろう。内野席と外野席、どっちだろう、どっち。さっきなんか写真さ、ラジオにした時のあの位置からなんだけど、あれはどっちになるの。ももさん、ありがとうございます。オーバーザトップさん、いらっしゃい。カノーさん、奥様、フル、ありがとうございます。球場は野球よりライブ見に行った方が多いです。あ、そうなんだ、カノーさん。あ、結構たくさんのライブしてるんだな、東京ドーム。あれ何人入るの、めちゃくちゃ入らん、あれ人、東京ドーム。ありがとう、オレンジにありがとうね。スエさん、プチ、ありがとう。今日も懇親会で、あ、そうなの、めっちゃ懇親会だね。あ、今日はね、これがあるから多分書けます。ちょっと赤いペンだから映らないかもだけど、三って書く、確かに三って書こうかな。はい、ありがとう。野球女子いいだって、嬉しい。に、背中は梨模様です。ドワーフさん、いらっしゃい。今夜のお供はルイボスティーとペプシコーラチェリーって何、新しいねそれ。これを機にジャイアンツの監督に就任もう私が監督になったら
なチームになるやら。ローマ字のマサさん、バブルありがとう。やったな、ひなほだって傘は持ってこないの。傘そうだね、傘持ってくるの忘れたわ。なんということでしょう。あ、そうなんだ、清水さん。カープファンだからひなほちゃんファンになるまでオレンジ持ったことなかった。カープ赤だもんね。ね、喉に良さそう、これ。これね、どこで買ったかな？忘れちゃった。もらったんやったかもしれん、これ。もしかしたら。シャモさんいらっしゃい。アスアスジェールさんありがとう。野球女子だ、陽キョ。フル装備だね、本当に。あ、なのはさんめっちゃ可愛い。ありがとうございます、嬉しい。あ、ジャビットくん、生ジャビットくん見てきたわ今日、すごかった。あのサイダーかな、新一。それね、愛媛にあるんよな。愛媛もね、帰るからね、また近々。ありがとね、入ってた入ってた。ネコプ似合う、ありがとうございます。レモンサワーで乾杯だって、大人だね。宮内さんいらっしゃい。ブラッチサイリウムありがとう。ハニーカンはどこ行った？確かにハニーカンあったかな、これ。うん、あ、あ、うん、後味はハニーカンかも。よっちゃんさん、今日から巨人ファン、初めて見に行きました。なのはさん、ペンギンプールありがとう。あ、おぽぽもペンギンプールありがとうございます。ミッチーマウスさんありがとう。ブラッチありがとう、めっちゃいただいてる、ありがとう。10個もピータンさんいらっしゃい。ピータンさん、タクちゃんさんありがとうございます。なになに、カズトくん書いたとこですねって。オカムさんフルー、ありがとう。オカムさん、タコさん、ドーム出るとき押し出される気圧か、気圧なのこれ。アントワンヌさんフルー、ありがとう。アントワンヌさん、明日から夏の高校野球の、あーそうよ、愛媛県大会始まるみたいだね。今あの配信とかで見れるよね、確か。高校野球も。デミキンさん、ケンチンさん、ありがとうございます。気圧の関係か。気圧を上げることで屋根を膨らませてるんだって。なるほど、みんなすごい物知りだね。すごい、ありがとうみんな。あ、48G、 あ、48グループって、あ、なるほどね。あの総称ってことだ、 48G は。なるほど。すごいね、ナノアさん。前やってた仕事場の子がボクシング始めたらそのままプロになってたって、めっちゃすごいな。
いや、バレーボールも見に来たよ、パパ。バレーボール、いや、そうなんよ。スポーツをこう観戦しに行くのってめっちゃ楽しいから見に行きたい。なんでもコメント時差やばいよね、ごめんよと言いながらのんきにリップを塗ってしもて。リュウ、ネコプ、サイリウムありがとう。いや、ウリコさんはね、あのこう私のいたところには来られなかったけど、その見てた時、上だったから下に覗いたらね、あのめちゃくちゃウリコさんいて、かわいい。大工さん、カウントとフルありがとうございます。あ、これか。今日もありがとうね。もうさ32分、ごめん、もう1時間過ぎてた。今日も来てくれてありがとうございます。今日は武田初の野球、あ、初、まあ、人生2回目のプロ野球観戦行ってきました。はい、とっても楽しかったです。告知といたしましては告知といたしましては、今月末にあの目黒カフーでカラオケのあのイベントというかライブみたいなねを目黒カフーという場所でさせていただきます。これはもうチケットが販売終了になってて、ありがたいことになってるんですけど、あのなんと配信は予定されておるということで、配信見れるようになっておりますので、またあの詳細は後日、よかったら7月30見てくれたら嬉しいです。そして31日はあの M リーガーさんとの歌対決で、テレ朝の前の六本木のアリーナでね、歌わせていただきます。こちらはこちらもちょっとチケット情報などはツイッターに書いております。ぜひお待ちしてます。熊高さん、バポルありがとう。のぶしゃん、水鉄砲ありがとうね。いや、そうね、今日コメントめっちゃいただいてる。もくさん、フロありがとう。もくさん、とろけるさん、プチーありがとう。ハラメタロ、フロありがとうございます。東京ドームはビッグエッグって呼ばれてたの知ってるかい？へえ、あ、卵型だからビッグエッグ、すごー。金ちゃんさん、ありがとう。お塩さん、いらっしゃい、ありがとうございます。 Y さん、あきらさん、ありがとう。あ、そうそう、大志くん、あと一つだったと思う、そのみんなで大合唱してたの。え、あの空へってやつです。え、合ってる？めっちゃみんな揃っててすごかった。あきらさん、すずさん、いらっしゃい。よっちさん、流れ星、あきらさん、バラ、ありがとう。おー、ローマ字のゆしさん、花束ありがとうございます。お、よっちさん、回復ポーションありがとう。こしさん、フル、ありがとう。こしさん、嬉しい。スイカさん、フル、ありがとうございます。おー、スイカさん、巨人ファンですか。よっちさん、ペンギンプールありがとう。まさまささん、ありがとう。いただき、ありがとう。おかこさん、サイリウムありがとうね。ネイルさん、ありがとう。よっちさん、バブルありがとう。ローマ字のゆいさん、ユッキーさん、ほんとありがとうございます。ようちゃん、フル、ありがとう。おひなが東京ドームでするなら始球式と国歌斉唱どっちがいい？ドームでおひななら国歌斉唱、緊張しなそう。いやいや、するよ絶対。でも始球式はね、めっちゃそれもそれで緊張するからな。だし、とど絶対にもう大変なことになりそう、始球式。どっちもね、光栄なことですけどね、できるようになったら。
マサさんこんばんは、ありがとう。ヨウちゃん似合う、あ、結婚して。ヨッチさんリョウ、ありがとう。ヨッチさんこんばんは、ありがとうございます。マサさんプチ、ありがとう。今日もありがとうございます。だね、大志くん、新田高校応援するで。内野よりか、堀さん。あ、堀さんもう堀になってる、名前が。ユバーバからの命で堀になってしまった。ひなーばからの命で。菜の葉さんフル、ありがとうございます。水木奈々さんの曲、震える指握りしめて静かに、願いを込めた薄く待って、逃げられない過去から飛び出したいよ、たとえ消えそうなわずかな光だって。これなんていう曲名だったっけ。ありがとう、フル。いちごさん、お肉大好きさん、はじめまして、ありがとうございます。はじめまして。4万5千人、やばいね。こう大移動がすごいよね、あの野球って。5万5千人、それはすごい。ジンジャーちょっと強いね。ネコプハート、ありがとう。ごめん、すっごいゆっくりやっちゃって。今日トゲフル、ありがとうございます。ありがとうね。コートクさんお疲れ様、今日もありがとう。ビラインさんかな、ビラインさん、はじめまして、ありがとうございます。虹色さん、かわいい、ありがとう。VIP席の豪華な料理食べたから球場のフード系は食べれなかったのかな。何、球場のフード系って。食べてない。どんなんがあったの、それ食べたいな。海道線五郎さん、ありがとう。あとはスーパー GT 観戦ね。そう、去年はねオートポリスだけは行けたから、今年もね行きたいんだけどね、どっか行けそうなとこ。 GT、あ、プロレス観戦ね。プロレス。ネロリさんいらっしゃい、ありがとう。うん、花粉配信ぜひぜひ。え、ネルさんもちろんお待ちしてます。目黒花粉楽しい日にしようね。あ、あと一つだった。チェンさんいらっしゃい、ありがとうございます。え、ユッキーさん今日の試合ホームラン出たっけ。見れてないような気がする。持ち投げ豪速球ね、のぶしゃん。あれはなんであんな豪速球になってしまったのか。ヨッチさん流れ星ありがとうございます。ワンガンさんフル、ありがとう。今度はそうだね、また他の球場も行ってみたいな。球場グルメなかった。そのなんかどこにあったんだそれ。バンクーバーさん、ノリターマー、47名様のフル、今日もありがとうございます。めっちゃ過ぎちゃってごめん、めっちゃのんびりやっちゃってる。ショウさんいらっしゃい、ありがとね。ひらがなのしょうさん、はっ、一気に追いついた。追いつきました。ということでちょっとランキング読みしていくね。ボン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 、今日ありがとう。13位、虹色さんありがとうございます。虹色さん今日もありがとう。12位、お、のぶしゃんありがとうございます。のぶしゃんありがとう。今日も11位、おぱぱ、ありがとう。おぱぱたくさんいただきありがとうございます。10位ネコプー、ありがとう。ネコプー嬉しい、今日もありがとう。
9位のりたーまー、ありがとうのりたーまー、めっちゃいただきありがとうございます。8位まさまささん、まさまささんありがとう。8位でたくさんありがとう。ラッキーセブン、おがっこさん7位ありがとうね。明日はいい日になるぞい。6位ローマ字のまささん、ありがとうまささん、今日もありがとうねいただいて。5位よっちさん、やった、よっちさん5位、ありがとうございます、嬉しい。4位ワンガンさん、ありがとう。ワンガンさん4位です、たくさんいただきありがとう。そして3位、あばん、なのはさんありがとうございます。なのはさん3位、めっちゃいただきありがとう。そして2位、もくさんありがとう。もくさん2位です、嬉しい、今日もたくさんありがとうね。そしてそして今日の第1位、ブラッチー、ありがとう、すごい、ブラッチー1位です、たくさんいただきありがとうございます、ありがとう。1757名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やっておりますので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。あ、読み切ったよー、ということで、あ、ちょっと待ってね、過ぎ過ぎちゃいましたけど、一曲歌って終わろうかな、うん、リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーいスタート。あぼん、リリカルケイさん、はじめまして、ありがとうございます、ありがとう。海賊狩りゾロさんも、はじめましてでしょうか、ありがとうね。お塩さんありがとうそう言ってくれて、夏の扉セットメモリーね。あー、そうなんです、海賊狩りさん一曲歌ったら今日は終わります。タッチね、タッチいいね、 RPGタッチ多くない？タッチな、あのカラオケの癖強いからな、あのコーラスがね、なんかすごいんだよね、このショールームのカラオケ機能のタッチ。まあ、でも、あーいいね、栄光の架け橋も、ファンサ、初恋サイダー、あ、よしさんありがとうございます、ハーフアップです、今日。へー、とうん、闘魂込めてっていう曲かな、ジャイアンツの歌があるの。ストローいいね。今日はガイストローを差し上げ、あと一つ推しの子か、クリタン、西はありがとうね。海の声いいね、あなた解剖純恋歌、恋人よ、エターナルブレイズいいね、裸足の季節、よし、まあでも今日は今日はリクエスト多かったので、ちょっと癖強なカラオケだけど、これにしようっと。はい。